皆さんこんばんは。おい元気がないぞお前ら。早く人間になりたい鳥人間のコスケです。パンドラです。ダイスです、チンチン直径10センチマグチボーチです。小さい小さいね。それはあれですか。直径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 すごいなそれは。その1マグチューブクマさんです。スタッフの次クールクレバーの良平です。ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、ということで今日はですね、日本某所にある、まあ、ハイホテルにやってきてる感じかなと僕は思います。なるほどね。いかがですかね。お化けここに来て僕300体ぐらい見ます。300体もちょっと多いな。全然捕まえて帰るんで。ベビーブームか。ベビーブーム何階の人たちだね、間違いなく。ということでですね、まあ、とりあえず今1階のなんか真ん中ら辺にいるわけなんですよ。寒さが違くないですか。もう寒さが違うし、僕としては2階に登ってた足跡が一番怖いです。いや本当に確かに。あれはめっちゃ怖い。寝るの足跡もそうだ。まだ解明できてないんだ。謎の足跡があるんですよ、ね、絶対これ誰か上に行ってんだよなっていう話なんですよ、ね、上の方はちょっと足跡つきづらそうだけど、でも濡れてるんだよ。怖い。降りてきてる足跡がないんだよ。すごい。確かに。はい、パーティーメンバーこの中で霊感あるやついたら挙手しろ。はい、お二人名乗り出たぞ。僕もともと曽祖母が霊媒師やったんですよ。結構ガチで。で今日それぞれ皆さんここマジでヤバいところなんで、それぞれ何ですかね、除霊グッズ持ってきてる。おお嬉しいぞ。はい、コスケさん除霊グッズ。あれこれ振動振動するライブだよ。振動するパンドラさんの方もあって、やめろ。もし霊媒師ってこんなんだったんだ。そう、ここをなんか噂によると女子高生がなんか殺されてやめろ。詰め込まれたらしいんで。これはライブだ。もし見つけたらこれで連れて帰りましょう。でも結構仮面と合ってる。そうだ、これなんで俺らなんで。僕普通にガチの怖い話をしたんですけどやめます。まあなんでとりあえず今は1回をまず見ていこうと思います。ここあれでしょ。おいちょっとだ、ちょっとあんま良くない。おい結構新しめのお花。いやーって思った。でもこれ触っちゃ580円。あー何で値段見たんあ、皆さん絶対やっちゃうのダメですよ。それって帰るの、それって帰るのはやばい。やばいです。特に無縁仏とかにお供え物とかに絶対ダメですよ。マジタブーなんで。じゃあこっち行ってみる。行きましょう。行きましょう。HD マッパこれエレベーターっぽいの。エレベーター。これ多分荷物運搬用の。しかも一回両手になったらしいしな。ああ。やば。ちょっと顔覗かれそうで怖いわ。あ、それめっちゃ怖いやろ。上から。怖いね。うわー。ここのトイレは使いたくないですね。使ってみる？使ってみるよ。いや、使いはしないけど。一回使ってみよう。なんかキラキラしたもの入ってるよ。あの中だわ。ちょっと見てきてよ。やっぱね、サイレントヒル的にはここに重要なアイテムがあるわけよ。わかる？なるほど。わかる。ドゥルッ。ドゥルッ。出る？リースを手に入れた。ドダマ。ドダマ。ソウルの休憩の。見てくれ。見てくれ。セーブポイントだ。あったぞ。セーブしてる、セーブしてる。あったぞ。はい、皆さん。はい。一回の探索は大体終わったかと思います。はい。ここまでどうですか。いや、空気がもう明らかに違うし、なんかね、お腹痛くなってくる。お腹痛いですか。トイレは。そちらにございます。いかよかったら。そのトイレはいかん。結構綺麗だった。でもそのトイレはいかん。さっきから上から物音ちょっと聞こえてないですか。なんか聞こえる。行きましょう。行きましょう。2階へレッツゴー。ホラゲーの王道的には外からか。ダッ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 って言って。あれじゃホラゲーの動きでしょ。父さんマジ不審者おったら。おいやべ。おい良平見ろ、大変なものを見つけちまったぞ。白金ねえぜこいつはマジ。ここは白金ねえぜの。なんでこの単語を選んだんやって。こっからは月収が30万以上ない人間が立ち入ると死ぬんだ。俺も死ぬわ。俺も死ぬわ。そして誰もいなくなった。放送以外みんな死ぬでしょ。行くぞ。これはですね、
つい3日前の出来事です。私がですね、渋谷駅を歩いてたんですよ。そしたらですね、3人の見知らぬ男がバッと私を取り囲んだ。一体何かと思っていました。するとその男たちは私に、ちょっといいですか、ちょっと身分確認できるものとか持ってませんか、声をかけてきたんです。そして私は身分証を出した、運転免許証ですね。そして次はバッグの中を見せてくる。これも左頭、左頭ね、いや本当に同じ同じ、こっち側になんかあるってこと。すげえすげえグワーンってきたね。今起きてる。臭い臭い、なんで言う、これ臭い。いやいや、なんか変だろ、ペンキみたいな抗体っていう手がある。何度も動画で見たやつ。このフィン結構新しいよね。うわ、めっちゃ頭いいことしてる。めっちゃ頭いいっす。これ多分活魚が多分まだ生きてる時の映像で、はい、うわっ、え、驚いたけ。すいません、びっくりした。殺そうかと思った。すごいことに気づいた。え、これ全部アスベストだ。そうなんですよ。体に悪いね。だから早く出ましょう。向こう10年大丈夫なんで大丈夫です。真っ白のメガネだ。すごいね。こんなポリポリ、これクザンみたい。クザン、なかなか綺麗なプランターあったぞ。なかなか綺麗なプランター。風流だね。100分以上。これが焼けた部屋ですね。カメラ通そうか。あ、でもまあ人がいるか。この心霊スポットの目玉的なところっすかね。あ、え、階段とかけました。階段とかけます。そのところは、はい、どう言い語でしょう。行きましょう。はい。どうぞ。一度頭にハテナが浮かぶ。今の謎かけを否定したよね、割と。視聴者が集まるまでもう少し待ってみ、これ一瞬見に来てくれるかなってるパターン。いいか、いいか、こっちから声が聞こえるんですよ。置いてかれたのはあやたかでした。いいか、皆さん、あと結構マジな話していいですか。いいですよ。先ほどお酒多分飲んでもらったと思うんですけど、あれは絶対しないでください。今後あれ柔術の一つなんです。柔術、あれ柔術の一つなんですよ。運転して帰らない人らは一応選手持ってきてたんで飲んでください。これマジでマジで、今スタッフさんとかみんな飲んで、嫌だな。じゃあ返してください。美味しい。あの人と借り換えるんだけど。心霊スポットとかを聖書を、まあ、今は僕持ってるんで関係ないですけど、回ってそれを飲むっていうのはお疲れ様でしたっていうことになるんで、あっとき入ったばっかりなんで大丈夫です。だからそこを巡ったお酒はダメ。絶対飲まないでください。で、あれも柔術の一つなんで真似しないでください皆さん。本当に危ないんで。いいよ。なんで僕とホウスケさんとクレバさんは何かある可能性がある。聞こえましたよ。今のちょっと何も聞こえてない感じで。オッケー、じゃあ行きます。ガチでサイレントヒルなんだけど、ふざけんなよ。なかったらすぐということで、一人か、一人パーツね、怖いね。